How to Scat Produced by Emiko Voice。 皆さんこんにちは。スキャット番長のボーカリスト、エミコボイスです。今日のテーマはリズムスキャットです。リズムスキャットとはメロディーはつけずにリズムだけでスキャットすることです。まずは簡単なリズムから始めてみましょう。それではまず四分音符一拍を使ってスキャットをしてみます。1、2、3、4、ダダ。その要領で四分音符を増やしていきます。1、2、3、4、ダダダダ。1、2、3、4、ダダ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 。4番、8分音符に進んでいきます。 1, 2, 3, 4 Do, 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 do アクセントを後ろにして 1, 2, 3, 4 Do, ba, 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 do, ba。 最後5番3連符です。 2, 3, 4 Do, ya, 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 do, yaアクセントを後ろにして2、3、4。では生徒のミワさんです。あなたも一緒にやってみましょう。 Repeat after me。 1、2、3、4。 ダダダダだだ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 だバドバドバドババド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 やど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 や。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。四分音符のスキャットは実は基本で一番大切です。スキャットの基本となりますので、ぜひテンポもいろいろ変えながら繰り返し練習してみてください。それでは See you next time! バイバイ!